アズールレーン。指揮官さんが触ったとこ、なんか熱い。部下に手を出すのは鬼畜の所業ですよ、指揮官。あら、こんなんじゃダメですよ。お姉ちゃんが正しい女の子の触り方を教えてあげようかしら。ヒヒヒン、僕スタイルいいでしょ。うわっ、な、何するのよ。今度やったら本当に怒るよ。うわ、これじゃ本当に動けなくなりますよ。どうしよう。笑ってるからって何でもしていいわけじゃないですよ、ブーブー。もう高い高いが好きな年じゃないです。指揮官、この手で抱きしめてもいい？はあ、この下手くそバカドジアホ間抜け、死んじゃえ、キールの海に沈んじゃえ。はあ、今のわざとやったわけ？ふん、楽しんでいるようね。こういうの好きなの？なな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 。指揮官、アントーンがあなたに狙いを定めましたよ。もう逃げられませんわ。そこから動くなよ、指揮官。この一発耐えたら許してあげよう。はん？ん？指揮官さん、変なこと考えてなかった？この格好のせいで気が散っちゃった。というわけ？尻尾！ねえ！アウト！これはいろいろ敏感！うん、わ、指揮官、逃げるな。何これ、変な感じ。ふーん、さては指揮官、魚雷を何発も食らいたいのかな。その勇ましさ、アピールするにも仕方を変えた方がいいかもね。可愛がってもらいてえのか？勇気ある行動の中でも最低な部類だと思います。ええ、これは指揮官のすべきことじゃありませんよ。我に不敬意を働いたのはどうされるか分かっていてなのか、モータル。わざとだったら今度は殴るわよ。不健全ダメ、絶対。こんなことすると女の子に嫌われちゃいますよ。指揮官、私笑顔は崩してないけど、実はもう好感度下がっちゃってるかもね。デビルアイドルの体を勝手に触ると罰が当たるわよ。このクズ、これでも食らえ。まるで子供みたい、可愛いわ。やってくれるじゃないで、また己に抗えなかった。惨めな敗北という幸せに溺れていなさい。ちょうどいい、死者の的は機関にしよう。続きは軍事法廷でしてもらおうか。ん？指揮官も私とハグしたいですか？いいですよ。後でじっくりスキンシップを楽しみましょうね。
褒めてやるべきか、しつけてやるべきか。私、感情表現が苦手なだけ。あまりからかわないで。後でどう料理してやろうか。さすがは我が選んだもの。いい豪胆っぷりだ。わざとじゃないと一応信じてやるが。刑の効率を上げられるというのなら時間の無駄ではなかろう。指揮官、女の子にこんなことしたらダメだよ。じゃあ今度は私があんたを味わう番よ。ストーップ！はい、ここまで。指揮官、大ざめにかませてやろっか。指揮官ってさ、そんなに潜水艦の体に興味あるの？スカパフローの海底に永眠するつもり？ああ、だから指揮官危ないって。危うく魚雷を撃っちゃうところだったじゃない。なんだ、ここがそんなに気になるんだ。自分の渇望が間違いないと信じていれば、その手は何故震えているのか。